マクラーレン MP4 から19はマクラーレンが2004年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。テクニカルディレクターはエイドリアン・ニューウェイ、デザイナーはマイク・コフラン。2004年の開幕戦から実戦投入され、第11戦イギリス GP から最終戦までは MP4 から19バイトが使用された。 2003年用のマシンとして開発したが、お蔵入りになってしまった MP4 から18を彷彿とさせるデザイン。MP4 から18のモノコックを流用して組み上げられたとの話もある。MP4 から 17D とは全く違った細く尖ったノーズが目立つ。フロントウィングは上下に大きく湾曲した3枚タイプとなっている。ブレーキのマスターシリンダーが通常は、 モノコックの先端に配置されるが、マシンデザインの関係上、MP4 から19では、コックピットサイドのサイドポンツ運ン前方よりに配置されていた。マクラーレンは、タイトル争いで勝つために革新的なマシンを開発したと豪語したが、その革新さが裏目に出た格好となり、トラブルが続出した。当初、モノコックが、ドライバーにとって窮屈であったため、 モノコック自体を改良すると、今度は想定した、マシンバランスに支障をきたしてしまった。しかもメルセデス・ベンツの 1GEP1 エンジンの、ルール対応が遅れ、乾燥さえ、ままならなかった。このような状態では、まともな成績は期待できないありさまだった。2004年アメリカ g p での MP4-19、19キミラ来コネンは、開幕参戦を全てマシントラブルによるリタイアで終えた。 特に、エンジン関連がひどく、第3戦バーレーン GP では、後方から大きな炎を吹き出しながらリタイアした。チーム全体で第7戦まででの14回の出走で、入賞3回リタイア8回と大不振だった。このような状態では、タイトル争いも早々に諦めなければならず、コネ年は、バーレーン GP 時点でタイトル争いを諦めたと、述べている。 第8戦カナダ GP と第9戦アメリカ GP では両、レースともダブル入賞で終えるなど、マシンの信頼性にもようやく改善が見られてきた。その勢いは、第10戦フランス GP に突入しても衰えることなく、ここでもダブル入賞を果たした。ただし、表彰台にはこの時点では一度も登ることはできていなかった。第11戦イギリス GP から、 大幅に改良された MP4 から19バイトが投入されたが、シャーシ製造数の関係で、スペアカーには従来の MP4 から19が持ち込まれた。ヘレスサーキットでのテスト。太いノーズを装着している2004年、イタリア GP での MP4 の19バイト。先端が太いノーズを使用モノコックから設計し直したマシン。 フロント周りは MP4 から19を踏襲しているが、リア周りにフェラーリ F2004 の影響を受けている。サイドポンツーンのアンダーカットが取り入れられているほか、インダクションポッド後方のエンジンカバーが大型化され、後方に延長されている。ウィングレットもエレメントが1枚から2枚に変更された。この変更で、サイドポンツーン内の冷却が厳しくなったため、 排熱口が拡大されている。翌年の MP4 から20に似た太めのノーズも何度かテストされていたが、ローダウンフォースコース以外でウィングを立てた状態では、ラジエターの冷却不足になる恐れがあったため、2004年シーズンで一番の高速サーキットである、モンツァサーキットで行われた第15戦、イタリア GP でのみ採用された。 MP4 から19バイトの初戦であるイギリス GP でライコネンがポールポジションを獲得。決勝もミハエル・シューマイハに交わされるも2位表彰台を獲得した。その後は2000入りタイヤをキスするも第14戦ベルギー GP でついに優勝。その後表彰台を2台獲得したが前半戦の不調や後半戦での何度かのリタイヤが響き、 ランキング7位に終わった。デビッド・クルサードはコンスタントに入賞を重ねるも、表彰台に上ることもなく、ランキング10位でシーズンを終えた。このシーズン限りで、マクラーレンを去るベテランは、マクラーレン歴代ドライバーの中で最長となる150戦もの間所属していた。最終戦で、フォトセッションが行われたが、 決勝レースは11位完走と入賞で、マクラーレンでのシーズンを締めくくることができなかった。ありがとうございます。